こんばんは、ミネラルウォーター大勢伊藤です。今日は大山北麓の水、こちらを紹介したいと思います。ですね、ラベルにはですね、ラベルをまず一周してみましょう。ラベルには、雄大な大山の姿と、大山町の観光マスコットであるムキパンダが描かれていますね。そして、こちらにはですね、大神山神社で健康と幸せを記念していただいた、大山恵みの水と書いてます。販売者が大山町ですね。採水地も大山町になっています。大山町っていうのは鳥取県西白郡大山町ですね。硬度が19、 pH が 7.5、 一般的な味覚を持つ日本人だとですね、こういう水がとても美味しく感じられると思います。サラサラしていてですね、後味もすっきりしていて癖がなくて、誰が飲んでも美味しいと感じる水なんじゃないかなと思います。もちろん味覚っていうのは個人差がありますので、この水が苦手だっていう方もいるかもしれませんけども、私は本当にこう抵抗なくスッと飲むことができました。の他にはですね、こんなもんですか。ですね、これは大山町の水ということで自治体販売ですね。自治体が販売している水、最近ですね、そういう製品がかなり多くなっています。そういう水の中にはですね、水道水から塩素を抜いてボトリングしているものもあればですね、この製品のようにですね、一般で売られているミネラルウォーターと何ら変わりのない製品もあるわけですね。こういう製品っていうのはですね、地元に行かないとちょっと手に入りづらいんですけども、私も鳥取県の方で、手に入れさせていただきました。ですね、どれぐらいの範囲で売られて、県内で売られているかはわからないんですけども、道の駅とか、有名な店っていうのはですね、結構置いてたりするので、チェックしてみてですね、興味のある方は飲んでみてください。よろしくお願いします。